さあ、そしてここでバッターは今ね追加合格した野球素人の矢野さん。さあ40代中年枠、これ当てたんですよね。テッタのねこの130後半の球を当てただけでもすごいなと思ったんですけどね。さあ、そしてここで野球素人の矢野さん。めちゃくちゃ当てるよ俺、すごいな。いいっすよ矢野さん、いいっす、めっちゃいいっす、めっちゃいいっす。難なく当てるところが素晴らしいなと思ってました。これもいい当たりでピッチャーライナーからのセカンドチノピー、落ち着いてセカンドゴロ、進塁打となりワンアウトランナー三塁。さあ、ノーアウトランナー一塁で今日内容が素晴らしい矢野さん、ここも難なく当てて、うわー、ゲッツーということでね、しょうがないです。でも矢野さんはバットに3打席全部当ててるんで素晴らしいです。